陶芸家の渡辺拓真です。今日は何作って何食べようか。大学の先輩から個展開催のお声掛け。先輩のお店は酒屋、絶対に楽しいやつ。初期メインの展覧会、得意かもね。場所は愛媛県内子町、ギャラリー創世。内子弁でそうだよ。2月上旬初期展スタート、そして3月上旬材料とイベント、イベントの準備をします。今回の材料では陶芸家飯のリクエストあり、岡山の食材を持ち込みます。塩も持ち込み、サラサラになったら冷まして瓶詰め。普段使っている塩があれば心強い。おすすめも持っていこう。特急潮風で瀬戸大橋を渡ります。学生の頃来たことがある場所、岡山でチョイスした飲める弁当。仕方ないよね。一直線の稜線を見るとプレートの働きかカルデラの縁か気になるお年頃。松山駅で乗り換え、特急宇和海、初めての内子。家を出て4時間半。新幹線以外では久しぶりの鉄道旅でした。念願かなって来れた。眺めが良い。目の端に何かが止まる。旧内子線の機関車、これは大好物。隣町が松本零士先生ゆかりの地、銀河鉄道なのか。ブラブラ歩いてギャラリーへ。白花タンポポを見ると四国に来たという実感が湧く。道端のみかんもいろいろ。先輩のお店は新築ピカピカ、見通しの良い場所。木の香り、創業100年の版画作品も飾ってありました。新築で生木壁も珍しい。店舗入り口には個展の案内もありました。人間国宝藤原圭先生の書、そして ギャラリー専用のキッチンで仕込み、飲食業もできるギャラリー。イベントはお酒を飲む会。既製品以外のあてを作っていきます。リアル陶芸家飯、数点作ります。展示で使っていたわさびの葉っぱも使う。わさびは葉と茎を分けて軽く塩茹で、酒粕をお湯と吟醸酒で割って溶かします。緩くなってきたらする。酒粕のソース、刻んだわさびと酒粕をあえておきます。冷蔵庫に寝かす。キニラとイカの酢味噌和え、菜の花と春菊のパスタ。楽しすぎて0時を過ぎる。そして写真がない。内子の町も歩きました。かつて木楼と和紙で栄えた町、財を成した徳子家が町の文化形成を担っていました。立派な邸宅が続きます。屋根瓦のシビの凝った作り、鶴松のカラフルな下魚、ベンガラ塗りの赤いレンジ窓、
魔除けや防腐効果を期待してのことでしょう。現在も町の有志の方々で打ち子の文化は守られています。その一つ、打ち子座。大正時代の建築ですが、老朽化で取り壊しになるところ、町民の熱意によって改修された現役の劇場です。見学では花道も通れます。すっぽん、黒みす、義太夫石、そして回り舞台。これは日本発祥の舞台装置。奈落には大きな回転装置もありました。木造建築でこの広さ。末席とベンチ席の可変式の客席。天井桟敷は明かり取りも兼ねています。最上部から舞台を見る。2階には広告がずらりと。折上格天井が美しい。前日は吹奏楽のコンサートがありました。2階廊下から舞台が見えます。でもやっぱり舞台からの景色が好き。屋根も複雑な構成になっていますが、よく見ると屋根の上に招き猫ならぬ招き狐。部分的に古いガラスも見えます。風にはためく上り。さらに足を伸ばして散策。打ち子には遍路道が残っています。現役の古い建物や大きな仕込み樽などもノスタルジック。ろうそく屋さんもありました。土壁は土地固有の色を表すもの。この町は黄色い。町屋もいいな。素敵なぬれ縁、おしゃれな引き戸、瀟洒な手すり、消火器の隠し、美しい建具。基礎は自然石、野面積みが多い。野菜の無人販売所もありました。どうもみかんは力し。前日より安くなっている。打ち子は伝統と現代が程よく混ざった町。山の方へも行きました。社殿を城に見立て、池を堀にした神社。地元で維持している橋はなかなか凝った作りでした。近くのお蕎麦屋さんへ。自家栽培した蕎麦を手打ちでいただきます。蕎麦も野菜も自家栽培。滞在中はトピックスがたくさんありすぎて撮影しないことが多かった。駅に飾ってあった版画は打ち子町在住の版画家の作品。イベントで楽しいお酒をご一緒しました。名残惜しいですが帰ります。伝統をつなぎながら今を生きる町。特急和解で松山へ。路面電車で市街地へ移動。このアンテナショップも先輩のお店。伊予酒のラインナップ。海を見ながら電車は走ります。いよいよ本州へ。瀬戸大橋を渡ります。ちょうど日没間近のタイミング。岡山に着きました。帰る前に岡山っぽいものをいただいて帰ります。本日の釜焼きはサワラ。炭火焼きのふわふわ。流行る気持ちを抑えつついただきます。大根おろしを添えて。
調子に乗っておでん追加。さてお土産はついつい買ってしまうじゃこ天。フライパンで焼いて大根おろしと醤油で、いつも美味しい。ギャラリー創世は横田酒店の2階にあります。今後も様々な展覧会が予定されております。良い酒との良い出会いを、機会がございましたらぜひ。ご視聴ありがとうございました。